そして耳を切り鼻を削ぐ、しまいには唇まで。非情な男なのさ、黒手の陸ってのは。降らせて猛虎を流してくださいって祈ってんだ。俺らも流されるぞ。アホ、俺らには地の利がある。逃げられるぞ。あっぱれだ。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で息の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし息が落ちれば次は対馬だ。よくわかった、槍川の陣。それじゃあ共に大鷹狩りに励むとしよう。四国前、精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った。企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大鷹に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便には済まんぞ。受けて立つだけさ。亀と同じ。どれが幻で真なのか、もはや見分けられまい。
その他ヌゲルベンデッラリン不可の仲間、まずは猛攻始末せねば。に住むとは。不可の仲間か。猛虎に捕まるまではそうだった。お前はもしや侍か。案ずるな。仲間を救い砦を奪うよう不可から頼まれた。大鷹は去ったが、クンビシュという男を残した。あいつは捕虜を拷問してる。打ちのめして大鷹の毒を飲ませるつもりだ。ここで始末するほかないな。お主は不可のところへ手を貸す。戦いたい。武具を探しておけ。Yagyum har simo. Terni gali. Oi.守れぬ男が父の砦を守れるわけがない。聞いてはならん。砦から猛虎を打ち払う。檻をこじ開けろ。檻を救え。武具を探しておけ。やるぞ。
助力を。賊を木に吊るして罰したの。それとどこに才があるという。やはり戻ったか、侍。霊薬を受け取ったのだろう。あれは勇士への鼻向け、樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする。
それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。花向けを受け入れ樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。花向けだと？呪いなど受け入れん。お前も砦に吊るしてやろう。花向けの無駄だ。なぞなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。砦に吊るしてやろう。花向けの無駄だ。思わんのか。お前も砦に吊るしてやろう。花向けの無駄だ。なぞなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。Thank you.
駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ花向けを受け入れんのだ。クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大鷹は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。ミスミス釣られ言づてを受け取ってしまったか。だがクンビシュは死んで砦は取り返した。ありがとよ。おかげで戦える。無傷の者は負荷のところへ。残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ。負荷の隠れ家で会おう。お前ほどの馬はいない。飲みすぎた。